らもひろです。イエーイ、よろしくお願いします。やったなお前ら。ひろむさんがいないですね。さまらいないです。どうしたんですかね。本当にインカメでめっちゃ自分の顔の写真撮りまくってる。本当に恥ずかしいことこの上ないわ。姫ごと企画の説明ですよ。だから、はい、あの LINE の顔文字あるじゃないですか、はい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 、あれとあの誰かメンバーの一人が撮った顔の写真をこう一致させて、まあ、簡単に言うと神経衰弱みたいなやったら面白いんじゃないかと思ったわけですよ。はいはいはい、それになったな。顔のやつ一番いい顔するからね。だってそう、まず神経衰弱が見つかったんで、はい、あの7枚顔文字カードを配ります、はい。で今から写真を5枚見せます、順番に、はい、で1回ごとにこの顔はこの顔って言ってカードを出してください、はい、の正解数が多い方が、まあ、あのヒロムフェイスをヒロムフェイスヒロムフェイスをになるえでもなんか全部答えられちゃいそうじゃない、今からそういうでもあの1回使ったカードはもう使えません。うわー、なるほど、つまんないんですけど、こんだけやばいよっていうことを伝えたい俺は。まず最初の顔ですね。はい、こちらです。これですね。これですね。これでしょ。これの顔はこれです。あで次これです。はいはい、これの顔はこれですね。え、むずいね。ちょっと待って、これとこれはさ、もうド定番のやつじゃん。ド定番のやつなんだけど、これの何が伝えたかったかっていうと、うん、口は一緒なんだけど、目が違うんだよ、ね、目なの。歯はこう上だけ出てるのよ、うん、で、目は丸く、何も表情のない感じ。あー、はいはい、こっちは歯一緒でニコリしてるんだよ。あー、なるほどね。難しそうだね。むずくない？だから決め事？はい、ということで顔カードを配りますね。はい、こちらです。はい、はい、見てみてください。その中の5個の表情が出てきます。あー、でも分かりやすそうなのもある。出てきてほしいのがあるね。これのヒロの顔が見てみたいっていうのがやつはある。1回目第1問ですね、はい、最初の顔はこちら。はい、あー、ちょっと待って。10秒ですよ。9、はい、じゃあせーの出してください。せーの、てん。あ、回答同じですね。同じだ。じゃあそれはそのまま置いていてください、はい、分かるようにね。はい、ってことはこれどん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 行くからね、もう本当に。はい、はい、ってことで次ですね、いきますよ、こちら。でアホ顔だなあ、でも分かる。ああ、なるほどなるほど。でもなるほどね、いいよ。多分こっちだな。いいですか、はい、せーの、じゃん。同じ？お、同じだ。はい、これね、でもさっきのやつが効いてる、あの眉毛とかそういうところにもちゃんと意識してるっていうのが効いてる。まあ、あの完璧に表現しきれてない場合もちゃんとある。マジかよ。どうやっても眉毛こうなんないから確かに。なるほどね、結構むずい。次いきますよ、はい、せーの、てん。想像してください、これはもう完璧に。はい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 、はい、画面の下にも顔カードを7枚出しておくね。まあでも皆さんはね、このヒロムさんの顔の方をね、あの凝視してもらって。うまいね。なんでだよ。なんならスクショしてもらって。スクショはいいね。ホーム画面にしてもらって。なんで顔文字として使えるんだよね。顔作り力だよ、だからこの企画は。はいはいはい、顔作り力とメンバーの理解を高める力、はいはいはい、これはもうあのステージに立つ人間としてはやっぱりこの表情を使って楽しそうに見せる、うん、そしてこうメンバーと意思疎通を図って楽しくバンド活動をしていく、はいはいはい、これはもう言ってみたらバンドに必要な企画だったわけだよ、これは。なるほどなるほど。だからあの身を挺してこういう顔をね。それだったら許せないな、やっぱり。変だな。あ、いいですか、じゃあ、はい、いきますよ、せーの、てん。あ、違う。あ、違う。違うの出てきた。ようやく違うの来た。でも迷った。こっちかこっちだと。はいはいはい、眉毛とかは確かにあれだったけど、でも目がね、難しい。だってこれ口だったら多分ね、ヒロもうちょっと口をプチュってしてると思うのよ。うん、俺の方のカードだったら。全部変わりましたね。いや、面白い。ようやく全部性が出てきました。はい、じゃあ次行きますよ。はい。よ、せーの、はい。あー、もうこれはうまい。これはすごい。わかりやすい。これはうまい。まんま。これはうまい。すごい。う
やっぱりこれ顔文字できるよ、ね、できるできる、これはすごいわ。できんよ。はい、出してください。せーの、ドゥーン。これはすごいわ。でしょうね。このディティールはすごいわ。なんかうちらで見たらね、全然もうポンって思ってるけど、これ1枚じゃないのね。やっぱ何枚かこう一人で撮って選んでるの。暗写の時みたいな。並べて。こっちの方がいいよね。いやでもこれはこっちの方がいいよねとか。はい、じゃあもう最初問題いっちゃいますよ。はい。いきますよ。せーの、でん。多分これ。これはむずいな。いきますか。せーの、でん。そうだよね。お、一緒ですね。あ、はいはいはい。お、じゃあ一個違いだ、ね、ですね。はい、ということで答え合わせしていきます。じゃあはい、お願いします。姫ごと、はい、第一問こちらですね。ニヒルな笑いしてるな。はい、これは正解です。イエーイ。まあこれは分かりやすいかなっていうか、結構、うん、うまい。で、次これですね。ヒロこんな顔長かったっけ。これ長かったっけ。認めるとって言うと結構ね、自分の顔を改めて認識することあるんだよね。なるほどね、はいはい、そのなんかちょっと透明からとか上からこう可愛くかっこよくとかじゃないじゃん、これ。そうだね、顔をいかに映すかっていうやつだから。だ、ね、はい、2問目も正解です。3問目さ、あとということで、はい、3問目を飛ばして、はい、4問目に行きましょう。はい、もこれはもう、これはすごいよ。これは言うまでもないですね。これはもう本当にヒロノさんあっぱれです。まんまです。これは正解ですね。もう素晴らしい。なんかもうピロの髪の毛この絵文字につけたいもん。はい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 。はい、ということで5問目、うん、はいはい、これもちょっと悩んだんだけどね。ちなみに何と悩んだの。でもこっちだね、この顔。あ、怒ってる感じね。うん、でもこの目のこのやり方ね、うん、半々で違ったから、うん、ね、はい、正解です。やばい。これですね、あの顎上げてんのはどっちかというとこれ口を上目にしたかったんですよね。ああ、なるほどね。結果ちょっとうざい顔になったけど。あ、ということで3本目ですね。はい、こちら、はい、これ当たった方がヒロム理解を、ヒロムフェイスを、ヒロムフェイスを。何そのいやね、どういうこと。でも自信あるけどな。目がだって潤ってるの、同じ光り方してる。確かに潤ってるな。いいですか、正解。はい、正解はマコでーす。将軍いただきました。これはまあ目と眉毛はまあどっちかっていうとどっちでもいけるっていうか、まあ結構うるうるしたつもりではあったけど、うんうん、これもやっぱり何枚かこう吟味されて全部取ったよ。でも目の光り方がさ、すげえ再現されてる。そう、うん、パソコンつけたから。マジ。さすがじゃん。すごいね。パソコンのまんまなんだけど。ひれがた。はい、ってことで、はい、どうでしたかヒロム。いや、さすがだよってね。まあなんかね、表情豊かっていうのがうちらの中でもあるから、うん、面白かったね。逆にこうね、みんなもこうステージに立つからこう表現力をね、うん、磨くためにこういうのもたまにはやってみてはいかがでしょうか。はい。以上、ヒメトでした。バイバーイ。